あの時はごめんなさい。これ誰ですか？新名。はい、これ平尾です。これは10枚目シングルの特典映像の個人 PV で、私があの鬼越トマホークさんと毒舌のあだ名をつけるっていう企画をしたんですけれど、急な話だよ。ちょっと勝手に裏でつけてしまっていたので、この場を借りて謝りたいなというニュースです。なるほど。ちなみにどなたにどんなあだ名をつけたんですか？そうだね、これ春日さん2008年ぐらいの春日俺もつけた。はい、何だと思いますか春日さん？毒舌だからな、はい、肝だ肝じゃない？肝だ肝、これは切れ味あります。違くて、XL の操られ人形。どういうことだ貴様。この場を借りて春日さんにも謝罪をしたいなと思いました。本当だよね、許してくれるかどうかよ。でも、はい、本当にすみませんでした。許さん。しょうもないやり取り。そっちもだぞ。春日だけじゃない、そっちもだよ。許さん。じゃないわ。ぬるいね。よくないね。深夜ぬるぬる番組。もう一回、もう一回。もう一回。たまに見てんだよ先輩が。あれ若林、あれどんな感じなのって聞かれんだよ。あいつら頭おかしいんですって答えてるんだよ。楽しそうにやってんなって言われちゃうよ。でも俺もつけてもらいたいな、せっかくだから。春日さん依存症。これはちょっとさ、なんだかムッときちゃってんじゃないか。これほら肩回しちゃって。これ初めて見るかもしれない。謝んないと。はい、若林さん本当に申し訳ありませんでした。許さん。もうやめてくれよ。つまんねえ番組だな。